こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私はただいま和歌山県の紀伊勝浦駅に来ております。ホテル浦島で一泊した後、レンタカーを借りてとある場所へ。レンタカー借りるの初めてなんですけど、結構簡単に借りれました。車種をお任せで頼んだから結構デカめの車になっちゃいましたが、外気温19度、すごい。というわけで今年初3ヶ月ぶりの運転していきます。向かう先は川湯温泉という温泉街。この時期ならではの温泉が楽しめるのだそう。行きましょう。久しぶりに運転するから、わーって感じ。次の信号は左方向です。順調に走っていたのですが、一旦停車。というのも一車線しかない道路でめちゃめちゃ煽られた。山道に入ってから慎重に運転してたら後ろにベタ付きされました。怖い。まあ気を取り直して運転再開。1時間かけて川湯温泉に到着。うん、あーすごい湯気が立ってるよ。いやー、煽られてヒヤヒヤなドライブでした。しかし無事到着。3、4回切り返したけど上出来やな。うわー滑った。あ、湯気が出てる。どこだろう。のどかだな。でも湯の峰温泉っぽさもあるよね。やっぱり川湯温泉は熊野古道の地に流れる大塔川沿いに立つ温泉街で、結構こじんまりしています。バスで来ることもできるのですが、かなり本数が少ないのでアクセスは難しめ。そうそう、私も以前乗った奈良と和歌山を結ぶ日本一長い路線バス、奈良交通の八木新宮線のバスも通ってます。奈良からお疲れさんやで。
すれ違い大変やな。あー、よかった、すれ違わんで。私は無理だもん。今回なぜこの時期に川湯温泉に来たのかというと、冬季限定で開かれる秘湯川湯温泉の仙人風呂に入るためです。これだね。湯気が立っていて 2,3 人の人影が見えます。ここでは70度以上の源泉が川底から湧き出しており、水と混ざり合ってちょうどいい温度になるのだとか。毎年12月になると川底の砂利を重機で積み上げて川の中に巨大な湯船が作られるのです。仙人風呂に入るのは無料で、混浴そして水着着用必須になっています。低温やな、だいぶ。23度？入浴できません。入浴できません。え？入れないんですか？23度しかない。聞くと前日の雨で川が増水してぬるくなり到底入れないとのこと。これは完全にリサーチ不足でした。ただ近隣の人に有力な情報ももらったので、一旦水着に着替えることに。なんかこのシーン、プロレスラーの入場みたいになっちゃった。というわけでリベンジ川湯温泉。私は大阪から来ました。あ、え、今日ですか？西宮行きたいんやけど。到着。もう入ってる人は誰もいなくなりました。川湯温泉、無断撮影 NG となってるんですが、入浴してる人誰もいないし、近隣住民の人もみんな撮ってるよと言ってくれたので、浴場の外にカメラをセッティングして少し入ってみることに。入ろうとしたらね、石がめちゃめちゃ痛いんだよね。だから B さんあった方がいいかも。入ってみるとやっぱりめちゃめちゃぬるかった。温泉が湧き出ているところはあったかいんだけど、そこに行くまでがほぼ水。2月にほとんど水浴びしてる気分でした。ちなみにこのカメラ、おばちゃんが見守ってくれてます。寒すぎて仙人風呂には到底入浴できませんでしたが、別の秘湯があると聞いていたのでそちらに向かうことに。でも渡れん、どうやって。あ、一回そっか、橋渡って。なるほど、ちょっと遠回りしなきゃなんだね。ちなみに混浴が嫌な人用に公衆浴場もありました。定休日でしたが。あ、いいですね、めっちゃいい。壺湯だ。で、温泉卵、ね、いいな。おー、すごい。お、高田。もう帰ります。帰るの？うん、ほんとだ。ちょっとだけ入ってすぐ出よう。せっかく来たから。あ、3人ぐらいおる。こちらは地元の有志の人たちによって作られた露天風呂のよう。 YouTube やってて別に画面へん。いらんいらん。そんなんいらん。二十歳過ぎてんの。あ、あったかい。
温まったので帰ることにしましょう。ここら辺の地面を掘ってもおそらく温泉が出てきそう。ここの温泉街では水着でうろうろできるからすごいよね。まああまり人がいないからこそできるものだけど。宿の前にフードトラックが止まっていました。クローズやけどやってるのかな。移動中やっぱり体が冷えるのであったかいおでんでも食べたいものですよね。クローズだけどキッチンカーはやってる感じ。ああ閉まっとるわ。無理だな。帰るか。川湯温泉付近で飲食店あまり見つからなかったのでそのまま帰ることに。無事に帰るまでが川湯温泉ですからね。およそ1キロ先左方向です。1キロ先左。ガソリン満タンです。まもなく右方向です。その先目的地周辺です。これ来た。というわけで無事駅周辺に戻ってこれました。まあまあ優秀ちゃうか。帰そう。さて、運転で緊張した足の疲れを癒すべく、駅前の足湯で足を温めます。ただここもぬるかった。さて、ちょうどお昼時なのでランチを食べに行くことに。那智勝浦はマグロの町として有名なのですが、昨日たらふく食べたので今日は和歌山ラーメンを食べに来ました。こちらは和歌山ラーメンの超有名店、井出商店さんの姉妹店なのだそう。お腹が空いていたので、ラーメンと半チャーハンのセット。麺は細めのストレート麺。豚骨醤油ベースのスープですが、あっさり食べやすい。井出商店も2年前ぐらいに行ったことあると思うんだけど、この那智勝浦というマグロの町でラーメンを食べれるというところもいいですよね。そしてチャーハン。
チャーハンというより焼き飯って感じかな。なんか究極のパラパラ感とかそういう感じではないのだけど、懐かしい美味しい味でした。タンポポラーメン、お腹いっぱいになっちゃった。駅に戻ってきたよ。さて、ここからが問題で、次の特急の出発まであと4時間あります。どうやって暇を潰そうかなと。何しようかな。ハトでも眺めとこうかな。ハト、暇なのでこちらのレトロ商店街を散歩してみることに。シャッター街ではないものの、やはり平日の昼間人が少ないですね。商店街の中にはお土産屋さんや飲食店などが立ち並んでいます。お店の軒先にずっとナチグロ飴の看板が出ているんだけど、この辺りはナチグロ飴が牛耳ってるのかもしれません。それにしてもノスタルジックでいい雰囲気ですね。そして商店街の中にコワーキングスペース発見。コワーキングスペース、3時間500、安くない？暇を持て余していたので溜まっていた仕事をします。旅先で仕事できる環境が整っているのってすごくいいですよね。帰り際マグロの無人販売所覗いてみたらすっからかんでした。帰りの列車で食べたかったのに。ただ友人の魚屋さんは空いていたので、ここでマグロの刺身でも買って帰ることにします。なんかのんびりしていい街でした、那智勝浦。18時の黒潮がやってきました。キロを盛り上げてくれるのはマグロのお刺身と熊野古道ビール。言ったら醤油とわさびつけてもらいました。この楽しみ方は紀伊勝浦を訪れたサラリーマンがよくやるのだそう。サラリーマンじゃないけど真似してやっちゃった。ただ持ち運びの際に刺身が少しぬるくなっちゃったのが残念ポイント。言えば多分氷もらえたから、もらったらよかったなと。帰りも黒潮で3時間45分ほどかかるんで、ふわーっと一杯やっちゃいます。世界遺産の熊野古道もいつか行ってみたいと思うんだけどね。読書をしたり寝たりして過ごします。というわけで、大阪から近いようで遠い和歌山県那智勝浦の旅でした。今回も動画見ていただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。